はい、今日もね、スカル・ザ・ヒーロー・スレイヤー。スカル・ザ・ヒーロー・ザ・ん?まあいいや、というかスカルのね、闇の鏡もついに、レベル10まで来たので、まあ、早速レベル10をやっていこうかなっていうことなんですけど、前回のね、動画でちょっとまあ、お伺いを立てた、バグだか不具合だかデータが壊れたのかわかんないですけど、あれ、どないかになりませんかねっていうのをね、まあ、もしかしたら何か、いいお答えをもらえるかなと思って、ちょっと様子見てたんですけど、やっぱりダメみたいで、実はね、あの後もう一度、一旦スカル自体をプレステから削除して、なんならそのセーブデータも一旦削除して、まあ、セーブデータを削除っていうのは、あれ、なんていうの?PS プラスの、クラウドサービスがあるので、そっちに一旦全部そのセーブデータもね、避難させて、まあ結局同じデータやからそれは意味ないんじゃないかなとは思いながらも、まあやってみたんですけど、まあやっぱり治りませんでした。まあいっか、しょうがねえなと、なんならもうこういうもんだっていうふうに思いましょうっていうことで、もう全く無視して、まあとりあえずレベル10、これまたね、サクッとクリアできるならクリアしちゃいましょうっていうことで、やってみたんですけど、これはね、一応だからやってますよっていう、意思表明の動画です、今回のはね。クリアできてません。 失敗です。でね、なんて言うんだろう、まあ、レベル7とか8ぐらいから特にやっぱりそうやったんですけど、最初のね、自分が弱い、まあ、だから最初の方の敵が強すぎる感じになっちゃってるからなんですけど、どうしてもね、防御面の強化を最初はしないとダメなんですよね。するとどうなるかというと、今すごいちょっともう4倍速ぐらいで飛ばしましたけど、ステージ1のね、ボスがね、すっごい時間かかるんですよ、倒すのに。なんなら、だいぶダメージをもらっちゃうので、そこでうまいこといかへんかったら、もうさっさとやり直しするぐらいですね。で、これはもうね、まあ、とりあえず、全然、なんて言うんだろう、まあ、100点じゃない50点ぐらいで進めてるっていう感じなんですけど、まあ、一応ね、レベル2じゃねえや、そのステージ2の中ボス終わった時点で、すごい骨が溜まったので、一気にこのグールを、骨30だけじゃなく骨100の強化まで済ましちゃってっていうことですね。これでね、一気に、なんつうんだろうな、すごい楽に進めるんじゃないかなと思ったんですけど、思ったほどじゃなかったですね。でね、3面目とか4面目とかの、もうちょっともうやめてよっていうぐらい道中のね、雑魚が激しいんで、もうこの辺になってきたらもう雑魚じゃないですよね。なんやったらもうボスより厳しいなっていう。で、これステージ3のね、キメラやったっけ。このボスでね、正直ね、すごい時間がかかってね、ああ、もうこれは今回全然火力が足りてないなーっていうので、もうやめようかなと思ってたんですけど、まあ、とりあえずは続けたんです、この回をね。で、実際ここで、もう、復活券1回も使っちゃったんで、もうこの後本当に真剣にやってる感じじゃなくて、まあ、とりあえず行けるとこまで行きましょうっていう感じでね、続けたんです。で、ステージ4、ステージ4の中ボスですね。これね、ギリギリでした。実際もうね、生き返りもできないんで、ここでもっていうか、もうあと1回死んだら終わりなんですけど、ここで、これでも倒せるなと思って油断した結果、残りライフ5っていうね。まあ一応ポーションが出たんであれやったんですけど、まあなんだろうね、この辺のね、このデカキャラはね、竜巻で上に飛ばないんだなっていうのも、まあ、判明しながら。この辺のね、レベル10の、なんだろう、実際ほら、YouTube の他の動画にさ、なんかもう、ね、すごい、レベル10を華麗にクリアする動画とかあるじゃないですか。まあ、あんまりちょっと僕、時間がないんで見れてない、見れてないというか、まあ、見てないんですけど、すごいですよね。で、これ、レベル4のボス、ここでね、死んじゃうんですけど、これもちょっともう、すごい長くなっちゃったんで、倍速でお送りしてます。まあ、とにかくね、まあ、レベル10、腕だけじゃなくて、だいぶ引き運が必要だなっていう感じですね。あとね、一応さ、今まで、レベル7、レベル8、レベル9と、まあ、順々に来てますけど、
あの新ボス、まあ、だから皇帝を倒さなくてもあの勇者を倒した時点で一応クリア扱いになるじゃないですか。次のレベルに進めるっていうか、レベル10も勇者を倒した時点でクリア扱いになるんですかね。あのだから勇者倒した後に、6章に進むか変えるかっていう選ぶとこあるじゃないですか。あそこで帰ったらレベル10クリアしたことになるてかしてもらえるのかな。あのおそらくね、読者じゃねえや、視聴者はね、いやそんなんダメでしょって思うと思うんですけど、はい、お亡くなりになりました。まあとにかくね、ちゃんとやってますよっていうのの、あの、まあ、さっきも言いましたけど意思表示の動画です。今回はやっぱレベル10 むずいね、なかなか一筋縄にはいかないです。まあでもあの、まあ、気長にやろうかなと思っているのと、もう一つねスカルで別のことやりたいんですけど、まあ先にレベル10からですね。